リュースタート。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは。プレミアムチャンネル V のプレミアリュウでございます。ということで、皆様は自分でオリジナルのキーホルダー作ってみたいな、あ、このカードをキーホルダーにしたらかっこいいんじゃないって思ったことありませんか？私はあります。想像してました、ずっとね。例えばなんですけど、そうだな、例えばこれとか、こちらBM6 弾の孫悟空の、これあれですね、原作再現のやつなんですけども、これとか自分の学校に持っていくやつに、こうやってストラップでこうやってつけて持ってったらかっこよくないですか？うわ、かっこいいってなりますよね、周りの人から見ればね。多分なると思うんですけども、こういうカードとかって実際に学校で持ってったら盗まれたり、高速でなんでカードを持ってきてんだって言われますよね。じゃあ言われなくしましょう。ってことで、カードじゃなければいいんです、ただの紙ならいいんですよ。ってことで、オリカを持っていきましょう。はい、皆さんはぜひオリカを持っていこう。ということでですね、今回作るのはですね、オリカを自分のオリジナルのね、キーホルダーにしてしまおうという、そういう企画でございます。今はですね、100均で作れる時代なんですよ。100均で素晴らしいものを見せてまいりました。それがこちら、じゃじゃん、これセリアで買いました、硬質カードキーホルダートレーディングカード用ということで、なんとこちらカードを入れることによってキーホルダーにできるという素晴らしいものでございます。はい、だから普通のね、トレーディングカードって言ってるけど、これね、デュエマとかポテカとか持ってってみてください。絶対盗まれるよ。ここにマリーとかさ、リーリーとか入れてくださいよね。ドラゴンボールヒーローだったら UGM4 弾のベジットとか入れたら、うわ、こいついいやつだ、盗んじまおうっつって盗むやついますよね。ってことで、オリカを持っていこう、みんなで。はい、なんかね、これこちらにボールチェーンですよね。確かボールチェーンって言うんだよね、これね。ボールチェーンもついててさ、結構いい商品だなと思って買ってきたんですけども、たまにはこういうね、オリジナルキーホルダーを作ってみたとかいう、そういう動画もいいかなと思って、まあ、普通にオリカ講座するより。ということで、今回はこちらをやっていこうかなと思います。はい、どういうやつなんだろう、硬質ローダーって。ああ、はい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 、こういうローダーに穴ぶち当ててみたいな感じですね。はい、ここにちょっと穴があるんですけど、そういう感じの商品ですね。なんだ、これだったら普通にローダーに穴ぶち当てれば作れんじゃないですか。別に100均じゃなくてもいけますね、これね。はい、ってことで、まあでも100均で作れるよっていうやつですね。はい、で、こうクリアタイプだから中身がよく見えるって書いてますけど、どうなんでしょうね。はい、まあこのボールチェーンがついてきてくれるのは非常にありがたいですね。はい、ってことで、今回はですね、もうあらかじめ作ったオリカがあります。オリカの作り方に関しては、まあ概要欄の方にリンクを貼っておくので、そこからぜひ皆さん見てください。ってことで、今回いろんなものをキーホルダーにしていこうかなと思うんですよ。で、何をしていこうかなって言った時に、やっぱりこれとかやってみようかなと思ったんですよ。まずはこちら、前回の動画で作った UGM4 弾の、ベジットですね。こちらのベジットのこれオリカでーす。はい、オリカでーす。めちゃくちゃ本物に見えますよね、自分で言うのもなんだけど、これオリカでーす。ということで、こちらをねキーホルダーにしたら、うわ、こいつベジット持ってんじゃん、何これってみんなから思われます。もうみんなの注目の的ですよ。ってことで、こちらのベジットと、はい、こちらアイオスです。アイオスもね、可愛いからね、これね。こちらがいつもの転写方式で作ったアイオスで、こっちが100均で作ったアイオスです。なんで、せっかくなんで100均作ったアイオスを今回入れてみようかなって思ってます。これ100均でーす。はい、これね、本当なら動画にする予定だったんですけど、動画ファイル消えました。なんで、なんで消えんのって思いましたね、私は。はい、ということで、まずはこちらの3枚プラスして、こちら、まあ、YouTube の方でも投稿したんですけども、マシンガン悟空です。こちら DA のマシンガン悟空の、これと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 これの、こちらの5枚をキーホルダーにしたらかっこいいんじゃないかなということで、やっていこうかなと思います。ではやっていこう。ということで、やり方は簡単です。これカードもう上に入れればいいだけの話、超簡単でしょ。はい、ということで、多分ね、スリーブに入れないと、こちらのローダーの方にもイラストが多分ね、熱とかで転写されると思うんですよね。なのでスリーブに入れちゃいましょう。スリーブがやったら別に学校に持ってってもいいじゃん。だから、こういう感じで、公式スリーブがいっぱいありまーす。ってことで、かっこいいスリーブ。なんだろうね。9周年のスリーブとか、入れちゃいますか？ 9 周年のスリーブに、こちらのベジット入れて、あ、ダメだな。9周年のスリーブやると、悟空の顔が見えなくなってしまう。ってことで、何しようかな。このビッグバンミッションのスリーブにしようかな。ビッグバンミッションのスリーブにすることによって、はい、こんな感じで、もうパッと見本物のカードでしょ。あとは、これをここにインすればいいだけの話。
これ奥行きが奥行き深いねこれ奥行きがあるぞこれ。はい、ということで完成しました。こちらベジットのキーホルダーです。はい、これね、ここだけ見たら、え、なんであいつベジットなんかキーホルダーにして飾ってんのって思われますよ。絶対傷つくじゃんとかね、言われちゃいますよ、絶対。はい、まあ折り方なんですけど。ってことで、あとはこれにボールチェーンがついてるんで、このボールチェーンをつければいいというわけでございますね。はい、ちっこいなこの袋。この袋ちっちゃい。はい、ボールチェーンね、結構でかい長めのボールチェーンがついてますね。はい、で、あとはここでこうやってやれば、はい、ということで完成しました。こちらベジットのオリジナルキーホルダーでーす。イエーイ。え、やばくない？これさ、普通に学校に捨ててたら相当やばいと思うよこれ。だってマジ本物じゃんこんなん。これすごいね。なので皆さんぜひ折り方作れるようになったらこれやってみてください。もしくは私プレゼント企画とかよくしてるんで、それで当たった方ぜひこうやってぶら下げてってみてください。だってこれさ、バッグとかにつければさ、超かっこよくない？これさ、マジ、つけてこうかな、俺学校に。え、なんでこんなやつつけてんのって思われますよ、これ。もう歩くたびにこうやってベジットがこう、振られるわけですから。バカじゃね、こいつって思いますけど、かっこいいですよ。はい。ってことで、次に、アイウスもやっていこうかなと思います。アイウスはね、時の牢獄のロゴがあるんで、このスリーブがいいかな。はい。こんな感じにしました、アイウスね。もうアイウスもパッと見本物ですからね、これ。アイウスはね、100均で作っ、こっちが天使箔なんですけど、こっち100均で作ったアイウスなんですけど、100均で作ったアイウスもあるので、2枚重ねてね、入れようかなと思います。はい。ではやっていきましょう。今度は2枚重ねて入れてるんで、結構きついですね。はい、ということで完成しました。こちら、アイウスです。表も裏もアイウス。こうやってやればね、2枚あれば、こんな感じでね、どっちの面もね、アイオスにできるんで、全然かっこいいと思います。別にね、どっちもアイオスにしなくても、これ片方だけベジットにして、片方だけアイオスにしたりとか、そういう感じでできます。なので、オリカのね、この裏のキラキラした面を見せないで、本物ですよ、2枚持ってますよ感が出ると思います。うわ、すげえ、こいつ2枚持ってやがる。何やってんだ、こいつ。って思われます。はい。いやー、これはまじ注目の的だと思いますよ、皆さん。ということで、皆さんぜひやってみてください。はい、すごいな、これマジですごいと思う。実際にこうやってつけてるやついたら相当やばいよ。だってさ、これ本物だった場合さ、これ2万いくからね、これでこの時点でもう2万いってっからやばいよ。これ2万円をぶら下げてるんですから相当やばいですと。まあ、こんな感じのものが作れるので、皆さんこれ100均ね、100均のセリアでこちらのカードキーホルダー、トレーディングカード用っていうのが売ってますので、これ全然ね、トレーディングカードなんで、まあ、こんな風に入れられると思いますので、ぜひ皆様入れてみてください。では私はやるのはこんなことをしない。なんで私はベジットを入れてるんだ。私はこんなことをしない。なぜかというと、私はベジットなんかよりもっとキーホルダーにしたいカードがある。それがうさしちゃん。メイドリーミン、メイドリーミン、夢の国で遊びましょう。たっぷりの愛を込めて、お給仕映画。おお、すごい、めっちゃぴったし。あ、これポケモンカードとかそういうサイズですね、多分これ。多分そういうサイズです、これ。はい。たっぷりの愛を込めて、お中止笑顔で頑張っちゃう。メイドリーミン、メイドリーミン。ってことで、できました。うさしちゃんのキーホルダー、イエーイ。狂ってますね、完全に狂ってますけど、まあこういう感じで自分のね、まあ好きなこれメイドさんなんですけど、こんな感じで、まあできますね。はい、すごいな。もうちょっとカメラの反射はクソうぜえけど。はい、こんな感じでね、できるというわけでございます。はい。ということで皆さんも実際にね、折り革を作ることができるのであれば、もしくは折り革を手に入れたのであれば、こうやってキーホルダーにして自慢してやりましょう。みんなで自慢しましょう。はい。それじゃあ、今回こんな感じで終わりにしたいと思います。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでは、せーの、バイバイ。最後まで動画を見てくれてありがとう。最新動画、関連動画は上のボタンを押してくれよな。チャンネル登録、高評価よろしく。それでは、せーの、バイバイ。